午後1時5分 J1 への扉を開く90分がスタートしました。この試合のオープニングシュートはアルビレックス新潟マルクスです。試合始まってすぐに、うちがチャンス作った時のこの地響きみたいな感じっていうのは、なかなか感じることのない、印象を持ってますね。本当にピッチに立ったら分かるんですけど、本当にこの距離でも声が3メートルぐらいの距離でも声が聞こえないような状態なんで、それはもうやっぱサッカー選手冥利に尽きるというか、こういう中でできている自分たちは幸せだなって常に思っています。そして前半10分、さあ行ったシュート、クラダマ狙っている、オーバーだ、マルクス、マルクス、マルクス、上の上の上のシュート、決まった、先制点はアルビレックス。チーム全員が体を張ったディフェンスで立ち向かいます。後半ロスタイム、スタンドは総立ちとなり、サポーターの大合唱が始まりました。アルビレックスは J1 昇格と同時に逆転で J2 優勝も決めました。新潟最高。ほっとしました。はい、いやー、もう最後にホームでこれだけみんな立っていただいて、私の喋ってることを耳傾けてくれてるだけでも本当に幸せな監督人生だったかなと思います。いや、もう最高ですよ。やっぱりこのためにやってきたんで、これを味わうために僕は5年やってきたんで、もうこんな最高な形で終われて、もうすごい幸せです。やっぱビッグスワンでできたっていうことは大きいと思うし、本当にこの大勢の前で昇格を決められたっていうのは大きいと思います。
やっとアルビレオの時から応援してて、いやなんか泣けるっていうか、なんか嬉しいっす、はい、アルビレックスが J2 に参加して5年、チームとサポーターが心を一つにして掴んだ夢の J1 昇格でした。歓喜の日から6日経った11月29日、アルビレックス新潟の J1 昇格を祝うパレードに4万人が詰めかけました。沿道からは反町監督や選手に向けてありがとうの声がこだましました。沿道を通っているうちにですね、たくさんの方がありがとうありがとうという声をかけていただきましたけども、本当に、感謝したいのは私たちの方です。皆様のこういう温かい声援が選手の力になり、チームの力になり、そして大きな夢を勝ち取ることができたかなと強く思っています。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。特に僕はもう何もすることなくごく普通のことをしただけですし、あとはもうすごく周りの環境とかが大きくバックアップしてくれたっていうのが大きかったというふうに思いますね。県土愛というか県民愛というか郷土愛というか、そういうのが他の、まあ、僕は生活してきたところに比べると強いというイメージを持ってますね。でそういう気持ちを発散する場所としての一つが、まあ、僕ら来てからの3年間になりますけども、アルビレックスにはあったのかなと。今新潟では市民の間にサッカーの輪が広がっています。地域が育てたチームの活躍がきっかけで、スポーツを楽しむ文化が花開こうとしています。サッカー教室には夢中でボールを追いかける子どもたちの姿が溢れています。ふるさとに誇りと感動を与えたアルビレックス新潟。チームは来年日本一の大声援を力に、 J1 という最高の舞台で新たな夢に挑みます。